皆さんこんばんは、ジェームスです。14号台風、チャンプが中心に目がはっきりしていて、原型をよく整えた、非常に強い台風として発達し、9月9日、木曜日の午後からは、9 1 5 h パスカル中心風速は、秒速 55m 水準の超強力台風として発達しました。台風、チャンプはその後、最高等級を維持し、9月12日、日曜日から13日、月曜日に、台湾南端や中国南東海岸付近を経て、 早ければ14日火曜日、遅ければ15日、水曜日に韓国に影響を与える可能性があります。台風14号は30度前後の降水温地域を通過し、爆発的に発達するエネルギー源を確保した上、北側に置かれた亜熱帯高気圧により回転力が増加した上、直径400キロ規模の小さな大きさで集中度を強化し、速い台風として発達したと分析されています。今後の進路予測を見ると、 台風15号は日曜日の11日に台湾の南端付近13日に中国南東部の海岸付近を経て来週初めに北上する可能性があります台風の進路は現在2種類とみられます第一に亜熱帯高気圧の勢力や台風の強度移動速度によって中国南東部に上陸し低気圧に変質して消滅するか台湾付近から北上して 韓国の南側に影響を与え日本列島に移動する2つの状況を考えることができます最も悪いシナリオである台湾を経て北に向かう進路の場合14日前後に韓国のチェジュ島に影響を与える可能性がありますまた台風が低気圧に変質して入ってきても韓国の北の上空に冷たい空気が位置しているため南の高温エネルギーに触れる可能性が非常に高いためこれに対する備えも必要ですね 現在はすべて可能性を語っているので中国で消滅するかそれとも台湾から韓国や日本に行くかは引き続き見守らなければはっきりわかりませんもし最悪の場合台風14号が韓半島に影響を与えれば今年で12号目の台風に続き今年で2番目の台風になりますつまり台風14号の2つのシナリオは1つ目は台湾南部を通って中国南部地方に入った後低気圧に変わった状態で 韓国に影響を与える可能性がありまた別のシナリオは台湾を経て韓国南海に進出した後日本九州地方に向かうことですただどちらのシナリオも韓国に大雨を降らすと予想されます韓半島上空に冷たい空気が止まった状態で台風が大量の水蒸気を押し上げる場合韓国に強い雨雲が形成される可能性があり豪雨の危険性があるために備えが必要です 韓国に及ぼす影響は台湾南にに位置すすす。るる9月11日日土曜日に判明する見込みです台湾を経て北上する場合、14日前後には韓国に影響を与える恐れがあります。ただし、上層は冷たい空気の勢力が強く、韓半島に直接上がることはできず、東に偏って動き、韓国と日本の間を通る可能性が高くなっています。中国内陸に上陸する場合、温帯低気圧に変質し、 今月15日以降韓国に影響を与えるものと予想されます日本の地震状況を見てみることにしましょう9月10日に鹿児島で地震が発生しました最近台湾で始まった地震が沖縄を経て九州や和歌山を経て中央構造線断層帯に沿って引き続き土橋周辺を襲っています 7日午後8時47分、日本時間8日午前10時47分ごろ、メキシコ南部でマグニチュード7.4の大きな地震があった。メキシコ国立地震機関によると、震源は南部ゲレロ州アカプルコ南西11キロで、震源の深さは10キロ、70回を超える余震が記録された。ロイター通信によると、少なくとも1人が死亡した。 この地震の直後にアカプルコでは空がさまざまな色の光で照らされる珍しい現象が報告された現地で撮影された映像には地震で揺れが生じた直後に空が青や白やピンクの光で照らされる様子が映っている動画が投稿されるとスペイン語で「地震の時に光が発生する現象はこれまでにも報告されており地震発光現象と呼ばれている」最近日本でも地震の予兆現象が続いて発生しています 本日茨城県でキーな雲が見え広島県ではスマートフォンの電波号外がありました一周や雲が見えますし日本でもメキシコと同じように地震の前兆現象がずっと発生しているので気をつけなければなりませんチャンネル登録がまだの方はチャンネル登録をよろしくお願いします最後までご視聴いただきありがとうございました